中国の改革開放政策45年、習指導部経済統制職強化で転機。中国が改革開放政策を導入して12月で45年を迎えた。市場経済化が中国の急成長をもたらし、米国に並ぶ大国に押し上げる原動力となったが、習近平指導部は経済の国家統制職を強め転機を迎えている。景気回復がもたつく中、改革開放路線を定めた中国共産党の重要会議の開催が足元で遅れる皮肉な状況も生じている。習近平同志を党の核心として全面的に改革開放を進化させてきた。2024年の経済運営方針を協議した習指導部の重要会議、中央経済工作会議は12日、改革開放路線の重要性を改めて指摘した。だがその中身はかなり変質している。改革開放は自由経済化や外資誘致などを促してきたが、米中対立が激しくなる中、習指導部は国家安全を重視、半導体などハイテク産業などの自立自強路線を強め、それが米政府のさらなる警戒を招き、規制を強化する悪循環を招いてきた。国内でも非効率な運営が従来改革の対象だった国有企業の意義を強調する一方で、近年の経済成長を牽引した IT 大手や不動産大手など民間企業への統制も強めてきた。景気を下支えする公共事業などの恩恵も国有企業に偏っているとされ、国進民退との批判は根強い。今年7月から9月の外資の対中投資は、統計で遡れる1998年以降、初めてのマイナスに転落。7月以降は、株式や債券など、証券投資なども含め、中国からの資金の流出超過が続いた。中国経済の先行きに対する海外企業、投資家の目線も厳しさを増している。こうした状況下で中長期的な経済運営方針を定める党の重要会議、中央委員会第3回総会、三中全会が注目されてきたが、本来開催されるはずの23年中は見送られ、現在は年明け後の開催予定も公表されていない。国務委員を兼務していた外相や国防相が今年相次いで解任された後、後任人事がなかなか固まらない影響が大きいのでは、外資系エコノミストとの見方もあるが、不動産不況の長期化などで中国経済の先行き懸念が収まらない中で、中長期的な方針を打ち出しにくいとの指摘も出ている。中国経済悪化の中で SNS から分析が消える。口封じか。中国の経済問題に現実的な診断を出した金融専門家がオンライン上から消えていると CNN が22日現地時間報じた。 CNN が最近経済に関する論評を出してきた中国ビジネス分析家のソーシャルメディア SNS を追跡した結果、少なくとも6人の分析家が投稿できなくなっていることが分かった。中国の有名金融専門家、劉貴鳳氏の SNS には、今月初めから投稿がなく、フォローも禁止されている。劉氏の TikTok をフォローすると、プラットフォーム規定違反のため、フォローできない使用者という説明だけが表示される。劉氏は1日、中国資本市場の弊害を批判し、自国の株式市場に対する投資を引き止めるコメントを載せた。この他にも投資分析家、資本市場を教える大学教授、投資会社の代表も SNS 規制に直面した状況だと CNN は明らかにした。特にこうした SNS 口封じが集中したのは、11日、12日に習近平国家主席が開いた中央経済工作会議で、経済宣伝と世論指導を強化して中国経済光明論を謳うべきという指針が出てきてからだ。その後、中国国家安全省は
中国経済を否定的に話す陳腐な各種論調が絶えず出ているが、その本質は虚偽の叙事で、中国衰退の談論を作り、認知的な罠に陥れようとする無駄な試みだと強く批判した。米ワシントンのシンクタンク、ジェームズタウン財団のウィリー・ラム研究員は、中国政府は経済懐疑論が拡大して消費心理がさらに悪化することを懸念していると説明した。中国は新型コロナの大流行以降、景気回復に力を注いだが、不動産市場の沈滞、地方政府の負債問題などが解決せず、成果を出せずにいる。今年は上海総合指数が 5.7% 下落した。ただ、世論統制がむしろ中国経済の正確な状況の把握を難しくするという指摘が出ている。これに先立ち中国政府は8月、青年失業率が3ヶ月連続で過去最高を更新すると、統計の発表自体を中断した。こうした情報の不透明性が投資などを難しくし、経済にさらに負担を与えていると CNN は伝えた。処理水放出4ヶ月。中国漁船、日本 EEZ 近くで漁継続。日本料理店は逆風続く。東京電力福島第一原発処理水の海洋放出が開始されたのを受け、中国政府が日本産水産物の輸入を全面的に停止してから24日で4ヶ月となる。中国漁船は処理水放出開始後も福島や北海道沖の北太平洋でサバなどの漁を続けており、同じ海域で漁をする日本漁船の日本産は禁輸しつつ、中国産は国内で流通させるという矛盾した状況を生んでいる。水産庁によると、中国漁船は日本の排他的経済水域 EEZ の外側で操業し、イワシやサバなどを漁獲。例年通りなら年末にかけて自国に引き上げる見通しだ。担当者は、正確な数は把握できないが、例年と比べても中国漁船の数に変化はないと話す。処理水を核汚染水と表現し、安全性が確認できないとして、日本産水産物の禁輸を続ける中国だが、日本にほど近い漁場での漁はやめていない。日本の EEZ 内でも放出開始後、イカやカニの好漁場である日本海、大和堆周辺で、中国の違法漁船が散見されるという。先の担当者は、中国が日本近海で獲れた魚を問題視しつつ、中国産として扱う姿勢は矛盾していると指摘し、今後も外交ルートを通じて禁輸の解除を求めていくとした。一方、全国サンマ棒受け網漁業協同組合東京の担当者は、サンマ漁の中国漁船は9月下旬にいなくなったと明かす。北太平洋漁業委員会 NPFC で定めた国・地域ごとの漁獲枠に達したためとみられるが、処理水放出後も漁を続けていたことに変わりはない。中国当局が日本産水産物の全面禁輸措置を解除するめどは立っておらず、中国国内では日本料理店の苦境が続いている。核汚染水の影響は大きい。夏から商売はずっと悪い。北京市内の海鮮市場で水産物業者の女性は弱り切った表情を見せた。北京の日本料理店などに食材を卸しているが、放出開始後から客足は減ったままだという。北京の日本料理店はどこも状況は良くないようだと嘆く。北京中心部にある日本料理店の女性マネージャーも、客足は減ったままだ。常連客で何とか持ちこたえているが苦しいと苦境を語った。景気が低迷して消費者が財布の紐を締めているところに、処理水問題で日本料理や海鮮を敬遠する客が少なくないという。北京の日本料理店で働く日本人男性は、水産物は中国産などに切り替えたが、質を維持するのに苦労していると事情を語った。中国税関総署によると、中国が10月に日本から輸入した水産物の総額は
前年同月比 99.3% 減の240万元、約4800万円。北京の日系食品会社幹部は、水産物以外の日本産食品も打撃を受けていて、厳しいムードがいつ終わるのか全くわからないと嘆く。中国禁輸で国産ホタテなど安値に。漁業者支援で消費広がる。訪日中国人客爆食い。東京電力福島第一原発の処理水が海洋放出されて24日で4ヶ月が経つ。中国による日本産水産物の全面輸入停止による出荷停滞で水産物価格は低下した。特に大きな影響を受けたホタテ、冷凍の取引価格は約2割下落している。大手百貨店などの量販店や学校給食でも日本産水産物を買い支えようと消費拡大を支援する動きが広がった。令和4年度の水産白書によると、ホタテは水産物輸出額の約4分の1を占める最大の品目で、中国向けが過半を占める。北海道が全国の約9割のシェアを持つ主産地となっており、日本産は品質が良く高値がついてきた。だが、農林水産省が発表した10月の中国向けホタテ輸出額は2ヶ月連続でゼロ。国内供給が増えたことで、東京都中央卸売市場が集計したホタテの取引価格は、足元10月時点で輸出に適した冷凍品が前年同月比 19% 減、生鮮品は 5% 減と値崩れが続いている。アワビや鮮魚といった他の品目も打撃を受けている。一方、中国に多くのホタテを輸出してきた日本最北の村、北海道猿払村で、飲食店などを営む小松水産の小松孝義社長61歳は、今後どうなるのかと不安もあったが、多くの人が買ってくれた感謝の気持ちでいっぱいだと振り返る。